はようございます。2022年3月11日金曜日の朝です。今日の体重は 63.15 でした。体脂肪率は 37.5% です。おはよう、アビラ町。今日の天気はどんより曇りですね。今でも気温が3度もあります。なのでずっとポタ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 、これ雨みたいですけど、雪じゃない、雪が溶けてですね、屋根から水が滴り落ちてます。この調子でどんどん溶けてくれれば、いつものこの位置でおはようアビラジュとか言ってできるんですけどね。残念ながらまだ背伸びして肉眼では確認できないこの景色をお届けって感じです。今日の朝ごはんです。今日は目玉焼き、あとは鶏胸とパプリカとエリンギを炒めたもの、塩コショウだけの味付けです。あとパセリも入れました。いろいろサラダは水菜、大根、煮あずき、きゅうりはぬか漬け、あとは買ってきたたくあん、それととろろ昆布に刻み揚げを乗っけてごまをかけたお吸い物と玄米ご飯です。あと酢です。酢とか食べます。今日のお昼ご飯です。今日はイカゲソパスタ、あとはイカゲソとパプリカと、ほうれん草、上にネギのっけ、あとはオニオングラタンスープ。グラタンといっても上に粉チーズたっぷりかけただけです。食べます。これからウォーキングに行こうと思うので、豆乳 180cc にきな粉大さじ1、黒ごまは多分小さじ2くらいかな、入れたものを飲んでから行ってこようと思います。今でだいたい25分くらい歩きました。ちょっとグローブによってお買い物してから帰ります。買い物終わりました。必要ですね。今だいたい、そうですね、家にもうちょっとで着くんですけど、1時間歩かなかったくらいですね。なので今日は多分4000歩くらいかな、くらいしかって感じですね。でも今日結構割と朝からですね、また家の中でお仕事してたので、この後家でなんかするっていう感じではないのでですね、今日はこれで運動お休み、筋トレ休みデーにしたいと思います。じゃあ帰ってみます。これ家なんですよね。でいつも私ここの窓からおはようアビラ町って言ってます。すごい雪の山で全然見えてないの当たり前ですね。そしておはようちゅんちゃんって言ってるところがですね、ここなんですよ。ほらいっぱいいる。今日も牛乳でホエイプロテインとガゼインプロテインを作ります。そして今日はレモン汁じゃなくてリンゴ酢で作りたいと思います。ホエイプロテインとガゼインプロテインできた。今日の夜ご飯です。今日はグローブで買ってきたカキフライ、あとは砂肝の塩焼き、これなんですけれども、中はジャガイモとさっき作ったカッテージチーズ、ガゼインプロテインをですね混ぜて、なんかおにぎりに託してスモークサーモンを巻きました。あとは付け合わせですね、水菜と大根食べます。はい、ということで今日も一日が終わりました。今日もですね、ちょっと割と家の中でいろいろ仕事してたので、なんかあんまりダイエットって感じの一日にはできなかったですね、残念ながらですね。ただまあもう何もしないよりはちょっと歩いてこよう、最近ウォーキング今度は行ってないしと思ってですね、ちょっとだけ行ってきました。あ、満腹見るの忘れちゃったけど、多分4000何百歩とかそれくらいだと思います。じんわり汗くらいかくくらいですかね。で本当はもうちょっと歩こうかなと思ったんですけども、まだこれからやることもあるので、今日は運動これくらいにしておきたいと思います。明日はだいぶですね、やることも落ち着いてきてるので、
あのできれば日中に運動とかやっちゃえたらいいなっていうのはすごい考えてます。はい、あとご飯ですね。あとご飯はまあ普通に今日なんかイカとか食べましたね。パスタとか、あのパスタは普通のパスタです。いつも食べてる小麦の麺のパスタですね。なんかでもたまに久しぶりにあの普通のパスタ麺美味しいなって思っちゃいますね、やっぱり、うん、でもあの一応ですね、あの全体的なバランスを考えたら少しですねタンパク質多めに食べれてるかな、どうかな、ちょっと足りないかな、うん、とかいろいろ思ったりもしてますけれども、まあ、ちょっとずつちょっとずつ今勉強中なのでですね、まあ、コメントとかでもすごい勉強させてもらってます。なのでちょっとずつちょっとずつ自分の体に合うですねタンパク質の取り方とかやっていけたらいいなと思います。で最近なんかあのなんだっけ、あの体脂肪率、そう体脂肪率がちょっとバッて上がっちゃったんですよね。でコメント、それこそコメントありがとうございます。なんかあの大豆って実は結構カロリー高いっていうの知らなくてなんとなく食物性だからカロリーそんなないのかと思っちゃったら意外と脂質も結構あるっていうことだったので、あ最近本当に意識的に豆乳とかすごい飲んでるし、そのせいもあるのかなとかいろいろ考えたりもしてます。うん、なんかやっぱり何でもそうなんですよね。食べ過ぎも良くないし、取らなすぎも良くないし、全部バランスよく。だってタンパク質だけが体に必要なものってわけじゃないですもんね。カリウムも取らなきゃいけない、ビタミンも取らなきゃいけない。そう、カルシウム、そう、ホエントもありましたね。カルシウムとか骨も大事ですしね。いろいろ取っていかなきゃいけないので、大変ですよね。本当に、まあ、みんな頑張ってるんだなと思うと私も頑張れますし、なんかもういろんな経験されてたくさんダイエット成功された方のお話とか聞くとですね、あ、そっか、私も頑張んなきゃなってすごい毎日の勉強だなって思いますはい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきまして、いつもいつも本当にありがとうございます。また明日からちょっとですね、筋トレまたやろうかな。なんか最近ちょっと筋トレすごい苦手だったんですけども、なんか筋トレやらなきゃみたいな気持ちが、割とネガティブじゃなくてポジティブな感じで、あ、筋トレやらーみたいな感じの気持ちになってきてるから、苦手意識がちょっとずつ消えてきてるのかもしれない。いい傾向ですよね。あ、また話長くなっちゃった。はい、そんな感じでこれくらいにしておきたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。またねー。